交際女性に暴力を振るい、金銭問題や不倫などの3人の女性とトラブルを起こしていたと報じられた5人組歌謡コーラスグループ、純烈友井和明、38、が11日会見を行った。黒のスーツで現れた友井は冒頭、この度傷つけてしまった女性の方々、ご家族の方々に深くお詫び申し上げますと謝罪。さらに、純烈を脱退し、芸能界から身を引きます。引退します。芸能界から引退しますと、グループ脱退と引退を表明した。女性に暴力を振るったのは、自分が弱いんだと思いますと説明したと思い。暴力を振るったとされる A 子さん以外にも手を挙げた、過去も明かした。友井は14年頃に同居していた30代の A 子さんに DV、家庭内暴力を振るった。女性が妊娠、流産すると謝罪とともに今後一切 A 子さんと接触しないことを約束しますと記した誓約書が作成された。その後40代の B 氏さんと交際し、事実婚状態に。3年間で B 氏さんの貯金3000万円を使い込み、うち1700万円を競馬に当てた。B 氏さんと交際中の18年には、夫のいる30代の C 子さんとの不倫疑惑が発覚。互いに弁護士を立てて協議し、友井は昨年8月、B 氏さんの家を出た。